はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ビール。札幌の100年麦芽です。これは、なんか前飲んだことある気がするんだけど、まあいいか。コンビニで限定で売ってました。限定醸造。限定製造。アルコール度数5%。原材料が発泡酒、かっこ、麦芽とホップと大麦と糖類。とスピリッツ、かっこ大麦です。これは、あれですね。第3のビールです。なんか見た感じすげえ普通のビールっぽいんだけど。手作り、麦芽による芳醇な旨味。イギリスで100年以上にわたって脈々と受け継がれてきた手作業による、麦芽作り。その職人の技によって、麦本来の美味しさと、味の厚みを引き出しました。職人の技とこだわり、100年以上の歴史が詰まった手作り麦芽だからこそ味わえる芳醇で濃縮した旨味をお楽しみください。長期熟成。なんか、ね。こんだけなんか、うまそうなんだけど、第3のビールという。なんと。そんじゃ乾杯。今日はつまみが。これね、キムチ。自家製キムチ。なんですが。まあ、俺、普通の市販のね、キムチが好きじゃないんで。桃屋のキムチの素ってあるでしょ？あれで漬けたキムチじゃないと美味しくないんで。好きじゃないんですよ。んで、白菜と、きゅうり、と、桃屋のキムチの素入れて、で、あとデスソースも入れました。辛いです。美味しい。なんかね、韓国産のキムチはなんか、うまくない。変な香りがする。韓国産のキムチと言わずに、まあ、日本で作られてるキムチもそうなんですけど、あんまりうまくない。あとこれ、かぶ入れればうまいかもね。かぶね。今度また、かぶ入れて作ってみよう。きゅうりが美味しい。100年麦芽。なんで100年もね、受け継がれてきた手法を第3のビールで生かそうとしたのか。100年麦芽。数量限定新ジャンル。11月の5日、発売と、なってます。
まあ。単体をもっと美味しく、札幌。普通じゃね。まあ普通っていうか、まあうまいはうまいけど。私たちクリスプモルティング社は、ここノーフォークで1870年代からフロアモルト製法の歴史を刻んでいます。ノーフォークは海が近く、穏やかな気候が特徴で、上質な麦芽用大麦の産地として高く評価されています。私はこの仕事を40年誇りを持って続けてきました。伝統のフロアモルト製法はかけがえのない財産です。ここでは一般的な近代製箔所とは異なり、ほとんど機械に頼らず人の手で作業を行います。麦芽と直に向き合い、手で触れ合うからこそ常に小さな変化や状態に気づくことができます。この繊細で丁寧な麦芽作りは力強い味わいと個性を生み出すのです。ノーフォーク特有のマイルドな気候と伝統的な製麦方法が豊かな味わいを生み出します。ぜひお楽しみください。これは冬限定なのかな、多分ね。まあ、なんかすごいね、手作りでこだわってるのは分かったけども、普通にこだわったんだったら生ビールで作ればいいのにね。あ、もったいないですね。イギリス、わざわざイギリスの、ね、製法うんちゃらかんちゃらって書いてあるけど、もったいない。できることならあれだ、生ビールで飲みたかったな。よいしょ。まあ、コク。甘みはそんなない。香り、まあ。まあ。まあ、まずくはない。まあ、割とうまいんで。4344です。ご視聴ありがとうございました。